この旅、私たちは一生懸命ためよったもんね、これマジやばいね。私たちが結婚してから、貯め続けてた500円の貯金が、さっちゃんちゃんの実家の段ボールの中から出てきました。せっせとためよった、マジで。よし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 ねえそれで分かった。8キロぐらいかな、体重計持ってきた。マジどうでもいいんだけど、ちょっと測ってみ。かっちゃんのダンベルの重さ合ってるの？ねえ8キロはず、なまってるわ。よいしょ、残念でした。おもろいね恥ずかしいあの期待の重みやつ、間違いない。今日はこの子の開封の儀をしたいとともに、先日より告知しておりました重大発表をさせていただきたいと思いますすいません、楽しみ。私たちにとっては重大発表でした。すいません、結構大げさに言いましたが、じゃあこれ一旦置いといてはい、はい、最後に開けます、はい、発表します。発表します。実は一緒に言うか、なんて言う、うん、この旅、私たちはタイで起業します。とともに移住します。完全タイ移住を決意しましたもうタイが大好きなのはもう皆さんご存知の通りだし、まあ、そこまでの流れはいろいろあります、うん、それはもう酸いも甘いもいろいろありました。そう、水ばっかり。水ばそうです。もう皆さんに期待させました。かっちゃんのチームが決まったのではないか、これに関してはノー決まってはないね。かっちゃんは頑張りました。8ヶ月間そう、ね、一生懸命チームを探したもんね。探してトレーニングも頑張ってしたんですけど、やっぱご縁がなくて、いったサッカーお休みして、でも生涯現役やもんね。生涯現役、やめるつもりはないです。いつでもオファー待っていますお疲れ様でした。お疲れ様でした私にお疲れなんです。そうそう、やっぱりタイで次のキャリアをね、何かを探したいとか、先日いろんなタイのビデオ上げたんですけど、うん、タイに行ってたのは人生探しの旅に出ておったということです。そう、それで何をするかと言いますと、はい、セレブレイトコンシェルジュ私がですね、ずっとタイウェディングをやってみたくって、うん、実際にあのタイでやったもんね。そうウェディングフォトとかね、クオリティも素晴らしかったし、うん、価格帯も素晴らしかったし、うん、なんか本当にもっとみんないろんな人にタイウェディングしてほしいなって思ったのと、うん、私が本当にウェディングが大好き、あのビデオでも言ったと思うけど、もう何回だって結婚式を挙げたいとかドレスを着たいっていうタイプで、プラスもともとお仕事で結婚式の司会とかプランニングもやっていて、もう多分100件ぐらいカップル様を実は挙げているのです、私20代前半に、うん、そうね、みんなといっぱいお話しして、いろんな形があっていいと思うから、うん、タイでのビーチでのフォトを撮りたいとか、ちゃんとパーティーをしたいとか、もういろんなあのお願いにお答えできるようなコンサルタントみたいなのになりたいなと思っている、うんうんうん、タイ大好きだし、タイを特別な場所にしてもらえたらいいなっていうのもさ、そういう気持ちもある、ね、うん、でそれだけじゃなくてお祝い事をいろいろお手伝いしたいと思っていて、この前妹たちが来てくれたんだけど、うんうんうん、ハネムーンでタイに来るんだけど、例えばね旦那様が奥様にサプライズをしたいだとか、うん、あのお部屋をね
そのデコレーションしてほしいんだけどどこにご相談したらいいのかとか、うん、そういうのを対現地で日本人が手伝いますよっていうさ、なんかハッピーなお手伝いをしたくて、なんかレストランでサプライズをしたいんだけどとか相談されたら、うんうんうん、もちろん予約とかそこになんか花をご用意したりとか、どうすれば大切な方が喜ぶかっていうのも女の子目線で私はめちゃくちゃご指導したい。あアドバイスね。アドバイスをしたい。彼女の誕生日だからとか、うん、2人の記念日だからとか、うん、何でもねまず相談してほしいなって私は思っていて、うんうんうん、今回さタイに行ってみて、うん、さらに広がったのがタイに住んで日本人が何万人もいるって言われてるやんか、うん、タイ在住の方にもぜひ利用してほしくって、うん、僕が実際お祝いっていうか誕生日とか、うん、そう結構記念日とかこう、まあ、喜ばせようと努力はするんだけど、実際こうやっぱ苦手やったりして、いつも一緒にいるから、まあ、準備がなかなかできんかったり、そういうのもあって結構もっとやりたいのになっていうのはすごいあったし、手伝ってほしいなっていうのは思ったりもした。そう、こういう方のお手伝いを本当にしたいよね。でもこの機会にもしなんかあっと思った人は本当に相談だけでもしてほしくって、うんうん、大好きなの、うん、人を喜ばせたいということが、うん、ポテンシャルを生かし、うんうん、いやめっちゃやってほしいと思うけど。ということで私はタイでセレブレートコンシェルジュということで頑張りたいと思っています、はい、LINE 公式 LINE 作ってみましたので、でもご相談ください。確かに興味ある人はね、うん、大切な方を一緒に喜ばせましょう、そしてタイを特別な場所にしましょう、うん、って感じです。はい、でたっちゃん、続いてたっちゃんは、僕はドリアン王になります。何ですかそれは。ドリアンといえばたっちゃんみたいな、うんうん、になれるように。どういう活動をしていくんですか。ドリアンの農家さんのとこに行ってお手伝いしたり、まあ、ドリアンのことを もっと深く知って広めていけたらいいなって、美味しいっていうのね。そう、この前も実際だから日本人、そう食べれる人と食べたことない人と、一回食べたけど美味しくなかった人、うんうん、実際食べてもらったんですけど、僕が選んで二人ともでも美味しいって言ってくれたよね。うん、たっちゃんが勧めなかったら絶対に食べることはなかったって言ってたから。なんなら集まってくれた時相当嫌々やったもんね、うん、でもみんな大絶賛ですね。ねえ、美味しかったって言ってたよね。ドリアン普及成功、成功したよ。こういうドリアンを普及する活動をたくさんしていって、ドリアンが好きな人どんどん増やしたいと思います。最終目標は、うん、ドリアンビレッジを建てて、ドリアンの畑と横にカフェぐらい置いて、大型犬1匹ぐらい飼って、ここに住みたい。さっちゃんドリアンビレッジにもご期待ください。お願いします。観光地にします。ただ夢はたくさん膨らんでいます。今いろんな大変なこともあったけど、今すごく私たちポジティブでですね、うん、毎日忙しいんだけど、本当に夢に向かってあとは頑張るだけって感じで、目標ができたのですごいね楽しくやっております、はい、みんなにいっぱい心配をかけました、うん、かな。ナトヨシのフォロワーさんの皆さんね、うんうんうん、すごい励ましてもらってたし、いろいろ心配もしてくれてたし、うん、なんかね報告したくてもすることがなかったのって本当になかったと。何も決まらんし、何も動けんし、うんうん、もういっぱい泣いたよ本当に。実はYouTube に関してなんですけれども、はい、今は夢に全力投球でして、うん、やりたいことがいっぱいありすぎてですね、ちょっとペースを落とし気味でとか、うん、アップできる時にアップするみたいなスタイルを取らせてもらいたいなと思っています。最近ちょっと遅れてたりしたのは実はその準備で忙しくしておりました。もちろんインスタとかストーリーとかにはね、いろんな近況はもう今後もずっと上げてると思いますし、なんか私も性格上自分でねルールを決めたらそれを破りたくないタイプで、うんうんうん、もう日曜日って決めたらもう日曜日で、それをできないとこう結構落ち込んじゃうタイプなので、うんうん、自分のためにルールね、ルールの、うん、あれ宣言させてください、ルールです。はい、なっちゃんセレブレートコンシェルジュの道、たっちゃん
ドリアンキングへの道、はい、今後も YouTube で追っていきたいとは思っておりますので、うんうんうん、これからもどうぞよろしくお願いします。インスタ作ろうかな、ドリアンの。お、ドリアンキングタッチャンってアカウント作る作ろうか。ドリアンマスターじゃなかったの？キングでやっていくの？マスター、マスター、今変わりました。はい、ドリアンマスターにしますなんでドリアンキングなんでダメだ。おお、ドリアンが好きな人っていう感じがいい。そう、なんか、変更しました。ブレ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 ですけども、あ、開けた開けた。そう、そうよ、そうよ、そう、この夢を追うために私たちはこの全財産を解放しますこの日のために貯めてたんではなかろうかという。そうだね、報告も終わったし、ね、それでは行きましょう。はい、開封の儀。儀、これさん、ちゃんと貯めれたことある人いるんかな。ねえ、開けて開けて。開けまーす、はい、おお、なんか入ってる、なんかピン入れてる人。誰ヘアピン入れてる人、やめて。うわー、なんか入れてる。じゃあどうぞ。長かったね。ここにさ、10ずつ固めてって、グーファンのと、あ、誰ですか？10円入れてるのは。おい、誰だ10円。誰ですか？10円はダメです。できました。もうでも全然見当ついてない。どうしたらいいんだ、うん、だから1個ずつ言っていこう。これが5000円、5000円1個ずつだから足していこう、順々に。せーの、5000、1万、1万5000、2万、9万5000、10万5000、11万、あ、ちょっと分かった、嘘、分かった、1万、2万ね、2万が確かに、確かに分かりやすい。2万が、せーの、2、4、6、8、9、10で、10万、2、4、6、8、10万、2、4、6、8、28万5500円。なんで10円すごいな、ね、すごい。ということで28万5510円を持ってタイに飛びます。長くタイにいられるように一生懸命頑張ります。皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。